オムライスが好き。なぜならケチャップの味が好きだ。はい、どうも、ガバタです。今回なんですけど、前回 K さんに歌を作ってもらうっていうところまで行ったんですよ。 K さんから歌詞を考えてこいと言われて、で、明日 K さん家行くんですけど、うん、家でちょっと歌詞考えてたんですけど、もう全然思いつかないんですよ。いろんな場所に行って、うん、そのインスピレーションというか、うん、そういうのをこう感じながら。だからインスピレーションとか言うなよ、お前、うん、日本で一番高いとこ、日本で一番高いところに来たりとか、一番綺麗なものを見て、いろいろこう考えていくと。お前とスカイツリーってもう水と油だよね。そう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 、日本で一番高いやつと一番底辺なやつノートにとりあえず書いていくと。ちゃんと考えないと K さんにちょっと失礼やから、まあ、前回の動画見てくれてない人はちょっと見てほしいんですけど、大物歌手 K さんが僕に歌を作ってくれるっていうことなんで、ちょっと考えるわ、うん、でもなんかどんな感じ、このやっぱ一番高いものを見つめながらさ、なんかこう思い浮かんでいったこととかある？やっぱりその日本一高い建物なんだけど、うん、一個一個は日本一じゃないのよ。結局あれとか見て、あの棒とかあるじゃん。あ、なるほどなるほど。一個一個はちっちゃいけど、一個一個の積み重ねで一番高くなってんだよ。めちゃくちゃいい解釈してんじゃん、うん、こいつうるさくね。うるせえ、このあ、これね。りょう、どんな感じ？なんか場所移ったけど、相撲の聖地なんだけど、一人で作ったわけじゃないんだよね、これも。どんまい。はいはい。テイスト変わったな、さっきと。これ見てもらったら分かると思うんですけど、先輩、うん、ラブも、うん、L だけだって。今 K さんの家の前に着きました。歌詞を考えてこいって言われたんですけど、はい、全くあの思いつかなくて、ただ来ちゃっただけなんですけど。来たね。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回の動画、K さんの家に突撃して歌を、まあ、作ってもらえるっていうことになったんですけど、見ましたよ、編集。あ、本当ですか、ありがとうございます。アップしたもの。あの、僕が心配した通り、はい、前振りがすごすぎて、K って誰だって。ちょっと大物歌手って言い過ぎたかもしれないですね。そうなんです。はい、僕の中でも一番なんで。あの、ドンマイかバターの中では1位です、はい、Kさんにメロディーとか作るから歌詞を考えてきてくれって、テーマをね、はい、テーマをって言われて、はい、いろんなとこに行ったんですよ。スカイツリーだったりとか、日本の文化に触れたくて両国国技館だったりとか、はいはいはい、あとあの新宿のあのラブってでっかいあるじゃないですか。ありますよ、あります。感じるものがあるんじゃないかなと思って、いろんなとこに行ったんですけど、刺激を求めてね、はい、うん、一つ分かったことが、はい、一人じゃないってことです。あ、自分は一人じゃないと。そうです、要するにスカイツリーもあの両国国技館もやっぱ一人で作ったわけじゃないじゃないですか。いろんな人が協力し合ってできたもの。一人じゃない、はい、K さんと僕で作っていけたらなっていう風に感じた次第です、うん、はい。薄いなテーマが。歌詞をどうやって作ればいいか分かんなかったです、本当に。これまあ人によって違うから、はい、何が正解っていうのはないんだけど、何が一番好きだった？子供の時は、まあ今でもいいよ、何一番好き？グレイス、グレイ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 、ハウエバー。曲っていうよりテル、テル、テルよりテルさんやろ。あ、はい、テルさん、はい、テルより、はい、なんだよ。食べ物とか何でもいいのよ。あ、オムライスが一番好きですね。そのオムライスはなんで？あのケチャップが好きなんですよ、結局。あ、結局はケチャップね。でトマトが好き。トマトが好き。こうやって連想ゲームしていくのよ。例えばオムライスからいってみよう。オムライスが好き。なぜならケチャップの味が好きだ。と歌になるのよ。やば。でもほら見て、オム例えばじゃあオムライスが好き、ママが作ってくれたオムライスが一番好き、うん、あの、ちょっと今また作ってるからちょっと待って。ちょっと言いにくいですけど、うん、おかんいないんですよ。あ、ごめん、オッケーオッケー、知ってるわ、ごめんなさい。オッケーオッケー、ちょっと待って。あ、いや、今言うことじゃなかった、すいません。なんかテーマを決めた方がいいですよね。今テーマ決まったんじゃないの。言いたいことあるんですよ、もっと言いたいこと。はい、うん、いいよ。言いたいこと、どういう、そのあれは5歳の時でしたかね。周りには誰もいなくて、一人でご飯を食べてたんですけど、
やっぱり一人で食べるご飯って美味しくないじゃないですか。でも他の友達は今日7時に家族でご飯食べるからもう帰らないといけないって言うんですけど、僕は帰ってもどうせ一人だから友達と一緒にいたかったんですよね。何の話？お前全然聞いてなかった。亀田君のただこうふざけてるやつだと思ってる方ももちろんいらっしゃるかもしれないんだけど、亀田君のチャンネルに興味があって、はい、見てくれてる人は多分ね、その奥にあるその苦労だったり、はい、人ってさ短面しか見られないわけよ。例えばいろんなことがあって、はい、失恋したり、はい、苦労したり、友達に騙されたり事故ったりで今、はい、したらもうここしか見えないわけよ。この人の喋ってる言葉だったり出してる雰囲気をちゃんと見ればこの奥のね苦労が全部見えるわけ。ここだけ見て喋ってる人はまあそういう人もいるかもしんないけど、はい、苦労を隠して生きてった方がさかっこよくない？だから俺はこういうもんだっていう歌は僕はあんま進めたくないわけよ。こういう人前に立つ仕事は、はい、特に苦労を隠した方がそれが芸術的に磨くポイントだと思うんですよ。最初割とこうちょっとアッパでさ、ね、そんなイメージだったでしょ。めっちゃそのイメージです。ちょっとリズムだけ作ってたのよ。あ、リズムだけ作ってくれたんですか。そう、最初、はい、作ってたのね。うわー、これでも今これがテンポで言うと120なんですけど、はい、BPM これを例えばそう、ね、90まで落とすとだいぶこうちょっとゆっくりにはなるんですけど、あ、一緒の曲やのにちょっとテンポが。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。あ、これめっちゃいい。これでいいんじゃないのってぐらいいいよね。すげえ。みたいなね、っていう感じに持っていくと同じ、ま、バラードでもないし、はい、手ぶらで行くのもなんかなと思ったんで、はいはいはい、ちょっとプレゼントなんですけど、あ、はい、あら、はい、ちょっと開けていいですか。はい、はい、あら、あ、人形でその誕生日の、あ、僕11月生まれなんで、はい、あ、10月22日、はい、生まれちゃんの誕生日ですよね。なんか俺さっきのめちゃくちゃかっこよかったんだけど、Kさんが作ったてくださった、はい、さっきの音、音ちょっともう一回聞いていいですか、最後。あ、これ、はい、すごいな、すげえ。なんか今即興で歌ってなんか顔なの顔。悲しみのそれ俺の歌だから俺の歌やろ。今度から本当に作ってきて、はい、今度は絶対作ってきます。今日はただ家に来ただけっていう企画ですけど、もうタイトルだから決まりました。何？ただ家に行くっていう。本当に迷惑なんですけど。そうだ。プレゼント渡すだけに。そう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 、はい、しかも俺じゃなくて妻にね、マリちゃんにまあ渡しますけど、はい、ちょっと早いスパンで聞いていいですか。もう明日、もう今日帰って考えるんで歌詞。いや、いいよ、早いスパンでいいよ、全然。もう、本当に。だからもうさっさとこれ終わらせないよ、俺は。もう自分の仕事したいのよ。すいません、なんか、時間取らしちゃって。いつまでやんねん、これ。この、1ヶ月か。ちょっと触らせてもらいます。はい。うっせぇな、本当に。本当に。悲しみの向こう木。とうとうパクリ出したやん。